先週からお話ししているオイルについて、今週は鉱物油と化学合成油の違いがテーマです。安価な鉱物油と高い化学合成油では一体何が違うのかよくわからない、そんなライダーの疑問をネモケンがわかりやすく解説。鉱物油と化学合成油の性能の差に驚くこと間違いなしです。エンジンオイルにも高いのと安いのがあるね。そうなんですよね。10倍ぐらい違う、うん、10倍ですか、うん、どれって言うんですか。1リッターがそれこそ、まあ言いにくいけど安いところで売ってると200、300円とかもあるし、はい、ね、1リッターが1500円のもあるし、はい、1リッターが3000円のもあるし、うん、ありますね、1リッターが4000円のもある、うん、じゃあ高いオイルと安いオイルって何が違うんでしょう、うん、ここにあるのが実はこれは、はい、これモチュールの 300V といって、合成油というやつ、うん、ね、よく合成油ってオイル缶に書いてあるの、うん、100% 合成油とか書いてあったりとか、半合成油と書いてあったりとか、うん、じゃあこれ石油じゃないんだって、これも石油なんですけど、どうやって作ってるか、一番最初のあれかというと燃料と同じように蒸留して取った、うん、つまりその水蒸気を、夜間の水蒸気を下にポタポタと垂らしたのと同じで混ざり物がない、うん、つまりさっき言った鉱物油の時の化石の元はないわけだ、うん、ね、だからまず温度は上がってもその中のものが焦げたりしない、うん、だから焦げないっていうところで言うと、そもそも潤滑性がすごく高く保てる、うん、手頃な価格が魅力の鉱物油は不純物は取り除いてあるものの不揃いな分子が含まれています。そのため高温のエンジン内で不純物が黒く炭化しやすく、長期間交換せずにいると潤滑性能に悪影響を及ぼす側面があります。しかし化学合成油は不純物が少なく分子構造も安定しているので、潤滑性の高い状態を長く維持できるのです。鉱物油と比べ値段が高い化学合成油ですが、非常に高い性能も期待できるわけなんですね。まあ、極論言うと、うん、鉱物油と合成油は寿命がもしかしたら10倍ぐらい違うんです、うん、そう、これだったら1年間1回でも全然大丈夫、距離関係ないよっていう人が言うぐらい性能が違うんですね、うん、それと、まあ、僕たちみたいにレース空冷のオートバイでレースする人間にとっては、この鉱物油と合成油だとその熱に強いからエンジンの冷却性が高くて、真夏なんかもエンジンが垂れないんですよ、ぐらいその他の意味も含まれちゃう、うん、というところでいう、その、うん、いいオイルってやっぱ SR なんかもそうなんだけど、いいオイルってやっぱりエンジン全然違う、うん、それからその抵抗が少ない、オイルのね、はい、抵抗がさ減らないだけじゃなくて抵抗少ないもんだから、うん、こう振動もなかったりとか、はい、レスポンスが良かったりとか、すごく乗りやすくなっちゃう、うん、実は効果がすごくある、特にこういう空冷エンジンはオイルが命なので、うん、そうですね、そうだから安いオイルを本当にこまめに変えるか、うん、高いオイルをちょっと頑張ってその代わり長い間使うか、うん、どっちかですね。バイクの性能に大きな影響を与えるエンジンオイル、劣化したオイルを使い続けるとエンジンのパフォーマンスも下がってしまいます。そうならないためにエンジンオイルにはしっかりと気を配ることが大切です。エンジンオイル変えると分かるんだけど、うん、もう変えようって変えた途端に、うん、別のエンジンだったのって言うから、うん、うわ何この軽やかな感じっていうぐらい違っちゃうんですよ、っていうと、じゃあそれまでいじめてたわけだよね、うん、ということなんでね、エンジンオイルは、ね、特に空冷乗ってらっしゃる方、はい、お金かけた方が気持ちいいですよっていうところで、はい、なんか今週はそういうオチになっちゃいました、はいはい、でもぜひぜひ、ね、特にこれから暑い夏空冷に乗ってたら、うん、エンジンオイルは気をつけてください、はい、ね、ツーリング、まあはい、これはまだ走ってないの で、 そうです、多少これから走る話というわけで、はい、次週もう少しじゃあ、はい、お願いします。はい。